本当に着物というのはね、それは昔のこと思ったら、ね、小さい量しか染めてないんですけど、ほんまにこんないいものが日本にあるんやと、まあ、最近日本の文化というのはね、もそう海外でも見直されてきてる部分もありますから。着物って1枚の布をいろんな体型の人に合わせて着れるんですね。サイズはもちろん寸法はありますけど、やはりどんな体型の人でも着物をまとえるっていう、洋服にはない、はい、だって若い女の子が成人式で着るのが長いそうだね。まあこの若い分だけあれが大きい。桜で言ったらこれが3倍から5倍ほどのこれぐらいの大きさになって連なっていくという形になります。着物を染めていく中の一部分で、まあ、染料を生地に染めますけども、染めた後蒸して、染料に生地に定着させる、そして染め付けさせるという役割をしてるんですね。その後こういうふうに川で水洗いして、余分な染料とか糊とかそういういらんないものを落として仕上げる、最終的な一番仕上げの工程をしています。この京都で着物というものほど、その染色に関してね、技術というか素晴らしいものはないと思うんですよね。匂いっていうのはおしべとかめしべとかで、これはちょっと平面に見えるんで、この点を打つことによって立体感を出していくっていうことなんです。これを全部また同じ形で生地になぞってで色を足していくというのは友禅の工程です。とても喜んでいただいて、で長い髪は結い上げてまとめて、同じっていうね、首筋を見せて着れるっていう着物がとてもある意味色気もありますし、はい、とても美しいと思います。